MLB、タイガース5、2アストロズ、日本時間3日ヒューストン。アストロズは2日、日本時間3日、本拠地で行われたワイルドカードシリーズ第2戦でタイガースに2対5で敗れ、2連敗で敗退となった。ア・リーグ西地区優勝を果たすも、ワイルドカード3位でポストシーズンに進出したタイガースに連敗を喫した。アストロズは1点ビハインドの7回に2点を奪って逆転も、 8回にライアン・プレスリー投手が同点に追いつかれ、守護神のジョシュ・ヘイダー投手を前倒しで投入も勝ち越しを許した。今季途中にブルージェイズからトレード加入した菊池雄星投手はブルペンで待機。第3戦に先発する可能性もあったが、1試合も登板することなく終戦となった。移籍後は10試合で5勝1敗、防御率2.70と好成績を残し、 チームのリーグ優勝に貢献していた。1日、同2日、の第1戦では先発のフランバーバルデス投手が4回3分の1を投げて3失点。打線は今季投手3冠に輝いたタリクスクーバル投手に6回無得点に抑え込まれるなど、1対3で敗れていた。試合に敗れたアストロズナインは呆然、タイガースナインはグラウンドで輪を作り、進出を喜んだ。 同シリーズでロースターを外れていた前田健太投手も笑顔を見せていた。